週刊居酒屋ジンマジンマジンマイクトラブルがあってなんかリテイクでもう一回撮ってんじゃん、はい、いらん情報ですよそれは、はいはいはい、というわけでね、はい、久しぶりのジンマースが登場で、ね、この声久しぶりにやってるの、はい、お久しぶりでございます、ちょっとねちょっと低い気がするの声がね、なんかね声のトーンがそんなことないもっともっと高かったこの声の出し方忘れちゃったよ、はい、忘れちゃったよ、ね、言われちゃったね、うん、ねあ関山マウスも元気そうだね、元気だよ、ね、いやいややめましょうよというわけでメイン MC で作曲家のジンマイズ、はい、同じく作曲家の杉山圭一でございます。いやもう今週はおめでたいですからね、はい、おめでたい、何がおめでたいって3そうそう3なんですよ、3がつく3 どうやってボケてくれるのかな3で今どうやってボケてくれるのかな3枚でどうだ3枚でどうだ2枚でどうだ2枚でどうだ、はい、3枚つけるそうじゃない、そうだ、あのこのラジオ2019年の9月2日に第1回放送、はい、スタートしまして、はい、今回今週だから本日放送日が9月5日、はい、で3周年を迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。3年間も通じて156回、はい、誰も祝ってくれないから自分たちで祝いますおめでとうということですね、はい、ケーキもなくケーキもなくですね1周年の時は、はい、確かハッスル FM さんのスタ生スタジオ、あれそうか、生あのスタジオで生で生放送したんです初のしたか、そうだそうだ、でちょうどその時がコロナがもう始まって最初の直撃したぐらいだったんで、ね、限界対戦の中で、うん、あれブースの中に2人しか入ってはいけません同時にっていう、そう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 、よくわからない謎ルールがあって、うん、でも同時に2人だったらいいってことで、あれも俺チョコちゃんに久々に会ったんだよあれ、そうあの放送の時はあの5分経ったらタイマーが鳴って1人入れ替わって2人あの随時入れ替わるっていう、本当にこれ入れ替わる意味があるのかみたいなことやって、あれは溢れた1人は窓から笑わせにかかるっていうね、あれはあれで面白かったです、はい、であの時に僕チョコちゃんと会って、それ以来会ってないですよ。俺もですよ。だからあの疑惑がありまして、あの存在してるのかどうか、今あの AI って流行ってるじゃないですか、うん、実はあれだったんじゃないかと。なるほど音声合成ソフトでシュレディンガーのチョコそのチョコ今日いないです、はい、いないです。本当は今日あのさあの3人で久しぶりに集まって話しましょうということですが、はい、ちょっとご多忙ということで、はい、チョコちゃん欠席ということですね、はいはい、まあ久しぶりにまた2人でまあそうですね喋ったりとかして、まあ3年間、はい、156回ですよ。数にしてそうですね、やってしまいましたね156回。素晴らしい、年間52本ですから。だって休みなしですもんね。まあちょっとそのいろんな事情とかで、はい、2回ぐらいかな、うん、番組が再放送みたいな感じになったことはあるんですけれども、はいはいはい、基本的にはそれがずっと続いてる感じですね。なんだけど選挙とか選挙特番か何かでなくなってしまったりとか何かいろいろあったんですよ、対応できずみたいなことか、うん、まあいろいろありますよね。まあまあまあ、まあ、アーカイブが残り始めたのは今年からってことで、うん、常にこれのこの3周年があるってことで、はい、うん、過去のファイルとかのデータ整理してたらまな、公式ホームページって全く更新してない公式ホームページがあるんですけど、あるんだあるんだはあ、昔の写真、要は宣伝用の写真とか作ろうって言った時代があって、これはあの YouTube でアーカイブ 見ていただける方はここにまあ画像とか出そうかなと思ってますけども、はい、まあ、当時、うん、杉山さんの旧カリーブさんのスタジオで収録してまして、はい、若い3年前のちょっと若かったね、写真見たら。写真見たらみんな若いですよねっていうのがありまして、まあ、この写真まあ載せたりとかしますけれども、はいはい、いや、いろんな企画とかやったんですよ、最初は。うん、いろいろやりましたよね。原稿書いて、企画とか。はいはいはい。それこそ最初の、ジンマウスとかね、これとかこれでいろんなことにちょっと大変な企画やったけど ね、YouTube には残さないって感じだねって。最初のうちは何で時間埋めようかぐらいの、で企画考えたりとかね、やってましたよ。1回収録2時間3時間撮って、その後から撮れ高を確認した僕は編集しながら編集してって、大体もう3、4時間ぐらいかけて編集してってやってたのが、うんうん、だんだんみんな忙しいけど、なんとかせねばみたいな感じで、うんうんうん、いや、でも続いたなっていうのが本当、正直な印象で。そうそう、ね、トラブルっていうかね、コロナが一番でかいトラブルだけど、そう、ね、あのコロナで変わりましたね、考え方が。コロナでまあもうリモートとかでどうにかするしかねえみたいな感じになって、ね、最初はでリモートでもできるじゃんみたいになってからがどんどん変わったなということで、うんうん、でゲストとかもほとんど呼ばずにずらーってやってて、で今年からですね、2022年から、まあ、ゲストを呼んでやってみようよって形で、そう、逆にゲスト呼んでない時何やってたっけなぐらいにちょっと思う考えもありますよね。だいたいオープニングトークやって、うん、今日は何の日あった、今日は何の日あったわ、あれ無限にネタが出てくるんで、うん、
今日は何の日かっていうのはずっとネタが途切れないので、うん、ネタとしてはやりやすいやり方であります、ね、確かに時事ニュースとか扱っちゃうと結構触れづらいニュースとか出てくるじゃないですか、うん、あとあれですからね一応これ、うん、あの生ではなくて収録なのでちょっとタイムラグが、うん、そうなんですね。ため撮りとかで1ヶ月先とかを撮っちゃうと全然フレッシュじゃない、ね、そうなっちゃうのでまあしょうがないよなみたいな。ニュースだから時事系はなるべく扱わないようにしようみたいな感じで、うんうんうん、じゃあどうしようかというとお笑いになっちゃうんですよね。まあねそう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 なんかネタ考えようみたいな。だからまあ生放送 YouTube でなんかアーカイブとかで何か振り返りとかで出せるような昔の企画とかあれば、うん、まあおいおいまとめても人気はそこそこあった企画とかもあったんですよね、うんうん、はいはい、世界のすごい人いらっしゃいとかあれは瞬発力があの杉山さんにアドリブで僕とチョコちゃんとか全員原稿持ってるけど杉山さんだけ原稿なしであったなその時の、うん、お題があるんですよね。その今日のゲストは架空の著名な人物っていう設定で、うん、だんだん自分も力技で持っていくようになってきたそうそうそうだんだん慣れてきてね。ああいうのは慣れてきたぐらいはもう、うん、あのもうあのだんだんネタがなくなってくるんで新しい企画とかコーナーに行った方がよくてはい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 、いやいろいろ考えました。あのなんで、うん、レッドイットビーをやたら歌うコーナーがあったのあっずっと繰り返してるでしょなんかあったあったあった なんか適当に思いついた適当なのはあったな常に思いつきでやってますけれども、はい、いやでも今年はこうやって、うん、ゲストを呼んで、そうですね、ゲストを呼ぶようになってやっぱりいろいろ面白いな、また新しく面白いなっていうのが感じるようになりまして、うん、いやちゃんと人の話を聞くようになりましたし確かにその勢いでどうのこうのじゃなくなったのもありますよね。そうですね、周年は難しいけど、うんうん、なんか年末にイベント、うん、収録イベントやってもいいかも人呼んで、うんうんうん、収録系もやりたいですね。そのイベント系とかもずっとやりたいねって言ってて、うん、で今ようやくコロナのなんかちょっと人数がまた落ち着き始めたので、はい、うん、まあやりたいですよね、うん、秋冬冬にかけてぐらいでトークイベント、うんうん、うん、そう、もともとトークイベントで始まったラジオですかね。 あそうそうそう、お名前拝借して最初はそうラジオは、うん、イベントスペース貸し切ってそこで、何か、うん、その余興的な感じで始まったんですよ、ね、じゃあそれを YouTube で生配信しようみたいにやって、うん、じゃあ正式にラジオ放送やろうみたいな感じで始まったのこのラジオで、うん、まあ、気がつけば3年ということでいろいろと、うん、最初でも本当ため撮りというか毎週撮ってましたもんね。そう、毎週撮ってた、毎週土曜日でしたよ、覚えてます、土曜日は、うん、空いてるからっていう収録の日ってことでやってたのが、うんうん、2週撮りになって、まあでも2週撮りですね、大体2週撮りで終わってるって感じで、うん、月それ以降になるとやっぱりみんなしゃべりとかもあそう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 集中力が持たなくなったりとか、はい、いやでもこれで収録の感覚っていうのは分かったのがすごくいいなっていう感じがあって、うん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 、いろいろ勉強になってるんですよね。確かにあのしゃべりとかもそのプロの方にはもちろん勝てないですけれども、はいはい、いや成長しましたよ相当、このしゃべる、うん、あの間とかスピード感とかいろんなものがね、テンポとか、これここで第1回放送とか聞いたらちょっと面白いですよね、はい、早口で早口でね早口っていうかあのノリもちょっとボソボソしてたんです。あ、本当。あの元気がない早口。ああ、なるほど、なるほど。テンション感の低い早口を今みたいな僕のこのトーンじゃないです。はい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 、はい、なんかそれはわかる気がする。変わるんですよ。うん、だいぶ変わるんですよ、うん。このトーンって面白くて自分では意識して、うん、あのできてると思ってるんですよ。ああ。でも聞いてみると、うん、あれってなってて、僕今年から YouTube でゲーム配信始めたんですよ。うんうん、やってますね。あれで、まあ、ラジオで喋り慣れてるし、うん、大丈夫だろうと思って最初、3話第 2話か3話分ぐらいまとめ撮りしたんですよ。うん、で編集してて、うわ声クラッと思って、あれってラジオの時と喋ると違うと思って、うん、要は一人で喋るのと人がいて喋るのってまた別モードなんですよ。ああ、なるほどね。またちょっとコツというか間が、だって自分しかないですから間が、はい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 、また違って、でそこで自分の YouTube 編集しながらクラッと思って第3話か4話ぐらいからよしちょっと切り替えようってことで、そこからこのラジオのテンション感ぐらいな感じで喋られるようになって、うん、ああなるほど、やっぱり変わるんですよ。喋り方話術ですからね、その、うんうんうん、合わせた話術って、うんうんうん、あの話術で一番笑っちゃったのはあの戦場カメラマンの人が渡辺さんが割とあの間を大きく開けてスローで喋るってなってて、それやることで相手が、はい、ん？ん？喋るの喋んないのって思わせといて喋って、あの聞き入らせるっていう、あれはテクニックだった、あれテクニックなんですよ、もともとああいう喋り方じゃないらしくて、あれをやるとあとトーンもあのちょっと
自分が怒ったと、はいはい、向かいついたとしても、はい、トーンを抑えるのをずっとやることによって、はい、それを悟られないというか、議論にならなくさせる、はははやっぱ戦争で戦って話をするので、とにかくそのはは熱くならないようにっていうのは気をつけて、うんうんうん、あの話術到達したって言ってましたね、うんうん、あれは話術としてああやってたんですね、うん、キャラ天然のキャラでああやってたのではないらしいですよ。相当じゃあ考えられて作られた、うん、あれはあれにあった あの人のお仕事にあった喋り方みたいです。確かにゆっくり喋るっていうのはあまり刺激しないんですよね、うん、早口でそのまくし立てるような喋り方は確かにちょっと威嚇っぽいっていうか攻撃的にとらわれる可能性もありますね。自分の話して普通に喋ってると相手がいやいやいやそれはねってかぶせてくるじゃないですか。あの喋り方するとかぶせてこれないらしい。確かにかぶせづらいですよね。かぶすタイミングをそう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 もうちょっと続くかもしれないとかなります。確かにいろいろメリットが大きいらしくて、あの喋り方はすごく考えられてたの、うん、はあ、喋り方で面白いなって思ってたのが、最近あの YouTube で成田悠介さんってイェール大学の助教授の方が、成田さんが結構大ブレイクしてて、で成田さんって天然というか、その言ってる内容自体はすごく炎上してもおかしくないような、老人は全員腹切ってあの自害しろとか、そんなことを成田さんが喋るとすごくスッて入ってきたんです、うん、その毒入ってるように聞こえなくて、でそれはなんでなんだろうなみたいなものをちょっと研究というか聞いてたら、話し方と話すトーンなんですよ。でなるあまり早口ではないんですね、ゆっくりなトーンで喋られてて、で毒吐くことをちゃんとなんか毒吐くというか、うん、その喋り、あとトーンも心地いい声のトーンなんですよ。いわゆるイケボなんですよ、はい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 、なのでこの3つが合わさってるから、だから普通の人が同じようなこと言うとすげえ炎上するし怒られるんですけど、なぜか怒られない。あのなんか喋り方一つで、はい、人に対してこう向かって喋ってるのか、はい、それともその人に寄り添って喋ってるのかっていうのが来て、向かって喋ると相手が違うと思った時に反抗してくるんだけど、寄り添って喋ってると、うん、なんか自分を代弁してるよかのような気持ちになっちゃうので反論してこないっていうのはあるみたいで、そう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 、そういういろんなものが、そのなんだろう、それは多分認証、自分とか僕とかあなたとか、あなたっていうとすごくあの意識化されてしまうから、そういうの避けるとか、いろいろそういうのもあるってこと、そう要素がありますよね。要素があって、うん、いやその YouTube でよくバズってる方とか有名になってる方とかで、うん、同じようなこと言ってるのに炎上する人と炎上しない人がいるのは、例えば西村博之さんが無能ですって言っても別にムカつかないとか、そう彼が言うとムカつかないのはなんでなんだろう。でも違う人が、例えばホリエモンさんとかはよくあの勘違いされて、その逆の意味で炎上してしまう、まあ、お前バカだ無能だって言うと、うん、ホリエモンさんが言うバカだ無能だと、ひろゆきさんが言う無能だって、あの受け取れる側は、うん、その印象がちょっと違くなるっていうのが面白いなと思って、ね、なんかホリエモンさんは主観で見てそうだけど、はい、なんか俯瞰で見てそうだもんね、ひろゆきさん、なんか自分はそこになんか心がない感じの、客観的に見てる感じが若干ある、でそう思わせる話術っていうかキャラ作り、うん、そうっていうのがあるのかなと思ってて、うん、同じことを言ってても結局その世間の人っていうのは誰が言ってるかっていうのも結構重要だったりもするし、うん、あれひろゆきさんの YouTube でいいなと思うのは、はいはい、やっぱさっきも俺言ったと一緒なんですけど、はい、真正面向いてないとこがいい。あ確かに確かにそうですね、そう正面向くと確かにやっぱりね、はい、こういう姿勢になるんですよ、はい、横向いていると、はい、もう違うんですよ、こっち見てないのよ。確かに YouTuber って今までってあの画面のもうど真ん中に真正面向いて喋りかけてくるって、うん、あれってあの今までテレビってそういうやり方してなくて、うん、北朝鮮のニュース番組なんですよ。で、うん、映像を撮る時も、うん、あの構図はやっあの基本的にやらない方がいいって最初に習う構図、あの日の丸構図って言って一番間抜けに見えるしっていう構図なので、どちらかに目線向けるとかインタビューとかもそうじゃないですか。そうですね、なの で YouTuber ってただあの真ん中で真正面見るっていうのはメッセージはザクッてストレートに伝っては来やすいです。ただ政治家とかがメッセージを送るにはすごく良かったりするんです。ただ抵抗力も生まれちゃう、そう嫌な時に攻撃されてるような感じを受けるっていうのはありますよね。そうだからひろゆきさんが横向いてんじゃん、あれあ新しかったよくできてんなと思って、あの仕組みは確かに意図してやってないはずなんですけれども、うんうんうん、
あれでその柔らかくテイストがなってるっていうのはありますよね、うんうん、なので例えば真正面メンタリストの DAIGO さんとかは真正面向いてやってるんですよ、うんうん、で早口じゃないですか、うん、なので言ってることの本質とかはそんなにみんなずれてはいないんですけど、うん、すごく攻撃的に受け取られる方がいて、うんうん、反発を生んだりとかアンチを生んだりとかするんですけれども、うん、ずっと不思議だったんですよ。なんでこのアンチが多い人少ない人言ってること、うん、実はそんな大差ないのに、うん、こんなに違いが出るって、まあ、内容じゃないの、まあ、キャラキャラっていうのあと物の言い方とか、うん、そういうのが YouTube がわーって流行るようになってすごく勉強になったなっていうのを思って、はい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 、ラジオやってて、はいはい、まあ、一発の、うん、この特に無名でやってますけれどもやっぱり勉強になるなっていうワンクッションあるのいいですね、うん、VTuber なんかワンクッションの最たるもんだと思うので中の人って存在はあるけどそうちょっと感じるときはありますね、うん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 、この人、うんうん、中の人が生で喋ったら結構ムカつくんだろうなみたいな。ああ、なるほど確かにそうそう確かにそれはあります。そのクッションがあるかないかっていうのも大きくて、うんうん、そのクッションのキャラクター付けっていうのもすごく重要だなと思って、うん、そうですね。いや、最近 YouTube 見てます杉山さん YouTube はすごい見る見ます、うん、なんか見てるチャンネルとかあるんですか杉山さんってどういうチャンネル見てるの。ね、はい、一番よく見てるのは、はい、サイエンス系の市岡元気さんっていう人がいてこれは面白いです。はい、例えばなんだっけ例えばコーラとかを無色にしてみるとか、はい、要は子供向けの科学系 の善次郎さんっていうじゃないですか、はいはいはい、あの人 の助手やってた方がその小学生中学生向けにやってるのが結構面白くて、スマートフォンを秋葉原で安いの買ってきて、うんうん、溶かして金を抽出するとか金の延べ棒を作るとかそういうの、うん、とか作ったりとかゲームボーイをメルカリとかで中古で買ってきて、うん、金を抽出できるんですよね。そう。そしてそれで売ったら結構売れたとか。そうちゃんと科学用のドラフトとかを買って劇薬とかもちゃんと取扱責任を持ってたりとか、うんうんうん、何でもフリーズドライしてみるとか、うんうんうん、っていうのが一人と、うんうんうん、あと一番見てるのは懲役太郎って、うん、懲役太郎さん。そうそう前科3番、うんうん、そうそう、うんうん、元暴力団の人が、うんうんうん、辞めて、うんうん、で今いろいろやってるのがそれは結構面白いのとあと丸山ゴンザレスまあまあ、割と裏社会の方の今タイとかが、ね、いろいろ解禁になったりとかってあってそういうのを追ってったりとか そこら辺ですね。あとはまあ普通のはリュウジのとかは見るし、うんうんうん、のを見るし、まあ、リュウジさんのレシピってすごいなと思ってて、うんうん、普通の料理のレシピって、まあ、普通ったら変ですけど、うん、なんか普通な料理ができるんですけど、はいはい、リュウジさんのレシピって、うん、うまいっていうのができるんです。あ食べた瞬間にうまい何これみたいなのができるんで、うん、料理学校通ってないんですよ彼。そうでだから平気で化学調味料を使える。あれは大きい。やっぱりテレビとかその大きいメディアとかの場合って味の素とかを使うとクレームが入る可能性なんかあったんですよ。昔あったんですよ。ちょっと体に悪いみたいな、そういうのが、うん、そのネガティブキャンペーンがあったのでネガティブキャンペーンみたいなのをする方がいてクレームが入ったらめんどくさいからなるべく使わないようにみたいな。多分今の20代30代大丈夫だと思う。知らないと思います。40代50代60代は結構ね、うんうん、抵抗があって、うんうん、頭が悪くなるとかいろいろネガティブキャンがあったから、うんうんうん、でも小学校の時はそういうただその噂みたいなのを聞いたことあったんで、うん、ただ僕自身は何もその抵抗はないので、うん、自分が料理作る時はガンガン入れてるんですけれども、だからリュウジさんってもう、例えばチャーハン作る時は油を大量に入れましょうとか、そのそうそうそうペペロンチーノ作る時ももうオリーブオイルにつけるようなもんですみたいな。もうとんでもなく面白いの。あと言い切るのはいいよね。そうですね、こうとか、うん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 、めっちゃうまいとかっていう。 YouTube 向きでもあるし、お酒を飲みながら酔っ払いながらやってるのも、うんうん、テレビじゃ絶対にできないことやってるじゃないですか。ああいうのもいいと思うんですよね、うんうん、すごく。今まで料理ってやっぱりある程度テクニックがないとできないとか、うん、準備とかもじゃあ今回の食材はこれですって、いやそれ用意できねえよみたいなものがあったりとかするのは、どこにでも家であるもので最高に美味しいものを作るみたいな感じで、久々に権威じゃないところが来たんですよ。料理って権威があるんですよ。そうそうです、ちゃんと料理学校があって、はい、そう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 、どこどこのって、うん、彼権威がなくて、うん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 、なんかやってるのが面白いよなとは思いながら、うんうんうん、要はうまいもの作れてしまえばもう成り立つんですよね、うんうん、それを証明してくれた感じがして面白いなと思って。そんなあと、うん、プロレスが好きなのでプロレス系とか、普通の YouTuber、VTuber、うんうん、でもどっちかというとアウトロ系が多いから面白いのが、うん、YouTube ってそのアウトロー系テレビじゃ流せられ出演できないであろう人たちが出て、うん、そこでコンテンツを作れるので、そうですね、そのぜひは置いといて、単純にその
そういうテレビじゃ見れないものを見れる。外録チャンネルとかよく見ます。あ、外録チャンネルも面白いですよね。うん、いや僕あの先ほどエイベックスの松浦さんのチャンネルはよく見てて、この間出た。でこれもやっぱり YouTube のいいところだなと思うのが、エイベックスの松浦さんってその YouTube をメインでやる前までは、僕が知ってる情報っていうのはメディアの情報しか知らなかったです。うん、メディアと週刊誌の、うん、なのですんごい悪い人だと思ったんです。もう本当に性格も悪くてみたいな、そういうイメージを、うんうんうん、ただそれがまあ実際どうか分かんないですけど、うん、YouTube を見て認識が変わったのは確かで、あなんだなんか自分がメディアを見て思ってたイメージと全然違うなと思ったので、なのでその松浦さん的には YouTube 開始して僕は正解だったんじゃないかなと思って、やっぱり生でその人が喋ってるとか、その人と自身が長時間喋ってるのってその人の人間性がある程度出てくると思うので、うんうんうん、でそれをどう思うかまた人それぞれですけど、すごい演技で 嘘の人格を演じてる可能性もありますけれども、うんうん、いやすごく良かったんじゃないのかなと思って、じゃないとメディアとかに書かれっぱなしとかになるじゃないですか、うん、で印象操作をされてっていうか、自分は何も言えない状態じゃないですか、うんうん、反論もできないみたいな、うんうん、反論しても潰されるみたいな世の中から、ちゃんと自分のことを知ってもらうことができる、うん、そう自分発信でできるっていうのはすごく良くなったなと思います。逆も感じて、はい、まあ、詐欺で捕まっ、はい、詐欺を働いて何回かで、はい、何度か刑務所に入りまして、はい、今戻ってきて、で外録チャンネル出てきたんですけど、うんうんうん、で全然詐欺働くような、うん、やっぱ人がいい人にしか見えないんですよ、うん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 、あみんなこれに騙されるのかっていうのは、要は本来、いや本来悪い人なんだけど、うんうん、そのインターフェースがいいから、うんうん、みんなコロッと、うんうんうん、騙されちゃって、うんうん、後でトラブルになるんだなってのも、うんうんうん、それもすごく、うんうん、今の話の逆パターンになるんですけど、結局そうそうそう、憎めないなとかっていうのが間違大間違いで、そうそうそう、だからあのその代表っていうかそれに近いのってあのガーシーさんとかもそうなのかなと思って、残り15秒これ残り15秒これどうすんの、あ悠々戦闘紹介課の本日ですね、はい、チョコちゃんがお休みですので、うん、はい、え偽チョコちゃんに偽チョコ偽チョコちゃんにちょっと偽チョコが出てくるの、急遽、ね、出てもらおうかなって、あいざこよじまー島チョコの悠々戦闘紹介コーナー、はい、というわけで今週始まりました、島チョコちゃんによります悠々戦闘紹介コーナーです、はい、では西島チョコだよ、西島チョコちゃんどうだよ、さっき忘れちゃったの、もういいんだよ、西島チョコだよ、というわけでですね、このコーナーは西島チョコちゃんが、いろんな銭湯とかサウナとか豆知識を紹介してくれるコーナーになります、風呂入れ風呂に入れというわけで西島チョコちゃん、今回何を紹介してくれるんですか、風呂風呂知ってるよ、どんなお風呂を紹介してくれるの、大きな大きなお風呂伊藤に行くならとひどいな、どんなだっけもう忘れちゃったよ、大きなお風呂をね紹介してくれるんです、はい、なんそれ結構どこにあるお風呂なのかな、あなたの心の中に一つだけあります、一つだけあるお風呂なの、じゃあだんだん夢の国とクイズがつかなくなってきたぞこれあの夢の国でうんうんうんはどこにいるんですかって子供が聞くと、あなたの心の中に人だけいるんですよって答えられるっていう話があって今思い出したその夢の国から、うん、夢の国にそのお風呂はあるんだね、もう夢の国からお風呂の国にお風呂の国そういうこと言うなひどいあかんやろそのお風呂って、まあ、大きいけどどうやって入るお風呂これ続くんだすごいな、もうこれコーナー枠決まって3分間で決まったマジですか、どうやってお風呂入るか、うん、頑張ろう、まずは足の指からチャポンと入るんだよそチャポンと入って、うん、で温度を確かめて、うんうん、心臓にショックが出ないように、うんうん、ゆっくり入って大丈夫そうだったら、うん、一気火星にザブーンと一気火星にザブーン心臓麻痺には気をつけてね、はい、心臓麻痺には気をつけましょう、はい、もう心臓麻痺だったら大変ですからね、せっかくのね楽しいお風呂をね、うん、ね気持ちいいね服入ってね、うん、その健康、ね、そうだね、長生きできるようにね、健康ランドにね、健康ランドに、ね、行きましょうね、みんな、そうそうそう、健康ランドに、ね、健康ランドに行くんだ夢の世界じゃない、そう健康ランドだったね、はい、実はそのお風呂の世界ってのは健康ランドだった、ね、健康ランドって行ったことある、健康ランドっぽいのは行ったことありますよ、なんか大阪とかに行くと、はい、なんかねそこそこあって、はい、男性だけとかって普通、いやなんだろう、いわゆるサウナですよ、
いろんなものが一緒に複合されてるやつですか。なんか休憩室みたいなのとか、そう。あのフィットネスとか一緒になってたりとか。あるかな大阪。スパに近いのかな。たまにね時間が余るとちょっといい場所ないと。昔行きます。坂見原に昔あったんです。今なくなってしまったんですけれども、その大きいお風呂があったり、ご飯食べる場所があったりとか。あ、そういうのそういうの。で、あのジムもあるんですよ。フィットネスジムがあって、で入り口のお金払えばあとは出るときにまとめて生産みたいな、その中で払ったものに関しては。はあ、すごく楽しくて、都内だと歌舞伎町にあったのが数年前なくなったんですよ。あ、歌舞伎町にあったんですね。あった、そうそうそう。おという感じで、こんな感じで、じゃあさようなら。さようなら。3周年特別放送、はい、何が特別か分かんなかったんですけど、はい、ただ単純に雑談をしてたけど、まあでもこのラジオは基本的にこういう適当に緩い感じでやってきますので、はい、まあ来週以降もどんどんやっていきたいと思います。では、3周年、まあ、4周年5周年って、はい、まあ当たり続いていけばいいなと思いますので、ゆるくよろしくお願いします。はい、というわけで、せーの、お仕事ください。